今回キム君がとんでもない目にあったと。キム君何やったんですか。僕お金が何もなくなりました。なぜ？だからあのエピソードトーク下手すぎかも。水道が詰まったんですよね。あ、詰まった。なるほど。はい、もうやばくて、うん、専門業者呼ぶレベルで、うん、はいはいはい。そしたら25万なくなりましたということで、はい、まあ、要するに問題はその25万という請求を見てあいつがこれは異常だと判断できなかったことが問題なんですよ。確かにそれは問題っすよ。ただこれは花尾さん、あなたも他ではない。何いやいや、俺他やから。いや、あなたも他ではない。僕も暴露話ありますよ。何？この間そのキッチンの戸棚開けたら100万入ってましたちょっとということで君たちはですね、一般的な社会人の常識が欠如してる可能性があるわけですよ。ということで今回我々、私こんなものを用意しました。題して第1回大人の常識クイズ。イエーイ。生きてたら多分直面する局面にあなたたちが遭遇した場合、例えばこれ相場分かりますかとか、そういうのを答えてもらう。それは意外といけるよマジで。だって言うて、だってもうええ年してますから。5個か6個俺らの方が年上やから、花尾さんはどっちかっていうと見本になってほしい。自分たちは果たして常識があるのかというのを見つめてもらう、そういう企画でございます。というわけでメイクイットバスボーイズインフォームドコンセント。まず最初の問題です。はい。家賃が7万円の家に引っ越すとします。はい、はい、その場合一般的に不動産屋に支払う仲介手数料はいくらでしょうか。なるほど。こちらです。勘違いしないでほしいのは、敷金とか礼金とはまた別ですからね。でも僕敷金と礼金聞いたことあるんですけど、何のお金かあんま分かってない。じゃあそれも書いてください。え、これ今それもじゃあ追加します。はい、キムが負けると思うんですよこの企画、普通に考えて。はいはいはい、万が一花尾くんが負けてしまった暁にはこれちょっとどうしようかなと思う。負けたらマジで阪大のメインストリート全裸で走るから。いやいや、負けたら25万仮に払ってください。いいでしょう。いや口約束、お前らまたやってあかんことやってるって。それ口約束は、口約束に効力はない。はい、そう、しょうがなかった。あ、そう、コロナミコシャが録音してたわお前。まあでも、勝てばええからね。勝っちゃええ話。じゃあはい、最後いいですか。はい、一斉に回答をオープンします。はい、せーの、はい、ドン。仲介手数料は14万で、礼金とは、これは、はい、家を持っているオーナーに対して支払う詐欺まがいの金。いや詐欺じゃない詐欺、まがい言うてるから。詐欺まがいの金。はい、で資金は退去時に物損破壊などがあればここから、補充されて、はいはいはい、余れば返却される。はい、なるほどなるほど。僕は、まあ、仲介数料は2万円ぐらい。そう、なんだ、2万円よりも下の資金、礼金の方がヤバいの。資金は何？資金はたまに返ってくる。いやいや、礼金は返ってこない。いやお前やっぱすごいな。まあまあこっちからまず説明しますと、礼金というのはさっき花尾さんが言ってたことが正解です。部屋貸していただきますのお礼のお金ということで、これは当然お礼で渡してますから返ってきません。はい、で敷金っていうのは例えば家賃を滞納しちゃったとか物を壊しちゃったみたいな時にそこから工面するためのお金。たまにというのがお前の振る舞い次第なわけね。だからそう、たまにっていうのが、はいはい、まあだからまあノリとしては合ってると。で続きまして仲介手数料、こちら両者不正解です。マジで。基本的に家賃1ヶ月分プラス消費税でございます。あ、そうなんや。だから一般的には7万だったら7万プラス消費税7万7000円今 10% だから。なるほど。はい、ということで花尾さんは2ポイント、キムさんはまあもう0ポイントと。いや、でも待ってます。いや、待ってます。あ、でもまあ礼金返ってこないだけは 0.5 ポイント上げてもよ。それだけは 0.5 ポイント上げてもよ。キモはそこやからね。そうなんですよ。はい、じゃあ続きましての問題。はい、アメリカでタクシーに乗りました。料金ぴったり支払うと足りないと言われました。うん、なぜ。こんなん別に簡単なんじゃん。知ってはいるんじゃないですか。でもあの上乗せする場合どれぐらい上乗せするべきかを書いてくださいね。はい、書きました。せーの、チップとして 10% 上乗せする。はい、キムさんがチップを上げる必要がある。でも日本人なら払わなくても許される。お前ちょっとふざけてるかな。お前のこふざけてんぞ。ふざけてるかな。いやいや、日本人はそういう文化ないんで。はい、あ、日本人はケチな民族なんだって思われるだけで実際許されるっていう。まあなるほどね。はい、ということでこちらの問題、はい、花尾さんほぼ正解。あざまーす。キムさんはもう全然ダメ、もう全然ダメ。
まあ 10% から 15% 程度らしいです、調べたところ。レストランとかの方がちょっとチップの相場高いらしいです。タクシーは10から 15% だけど、レストランは 15% から 20% らしいです。はい、ということで、はい、まあじゃあ次、周りの人がどんどん結婚していきますよね。結婚していくときに友人や知人に渡すご祝儀はどのぐらいが適切？はい、まずこれはもう、はいはいはい、サクッと書いてください。これはまあもう、てかこれはもうね、サクッと書いてください、はい、せーの、ドン。はい、3万、1万、円満にということで、まあ、割り切れないみたいなのが大事なんですよね。でも3万って俺1万5千円ずつで割り切れるやないかいといつも思う。俺だから3万1円入れたろうかなと思った時ある。その割り切れないって文化を守るやったな。その1円でもあの今年発行されたやつの方がいいんじゃないですか。それやろうかな。はい、ということで、はい、こちらの問題、1ポイント、 0.5 ポイント、あざーす。僕、花尾さんと伝賀さんの結婚式やったら僕7万住む覚悟がありましたよ。いや別につまんでええよ。つまんでええよ。別にそこつまんでええけども、はい、まあ、この3という数字はせめて知っといて、はい、せめてこれが一般的だということは知っといて。親友の結婚式だったら全然いくらでも出しますよ僕は。親友なんやん、じゃあお前ら。親友、さっき7万出すっつったよな。言って9万にしちゃうと、うん、あ4とか9って数字避けた方がいいかなと思って7万にしてるんで、これ。あ、一応理由あるんや。9じゃない理由。9じゃない理由。俺は9もらった方が嬉しいけどな。そんなんどうでもいいから。ということで、続きましての問題です。はい。結婚式というのは、呼ばれた時に招待状っていうのが送られてきますよね。招待状をここに用意しました。はい、僕が結婚するとしてください。僕に招待状を返してください、正しく。だるわかりました、はい、だるだから LINE で、ええやないかーってなるもんな。ついに郷に従わないといけない時が来ちゃう。こちらです。きっしょ、安っ。安っ、この感じ。できました。はい、じゃあもらいます。さあ、君たちの招待状見てみよう。まずあの、まず君たちに一つ言いたい。はい、はい、俺の結婚式、なんで二人とも欠席やん。なんで二人とも欠席やん。まず世間の常識やと。世間の常識、世間の常識的に念願の結婚式は行かないっていう。いやいや、世間の常識かな。いやいや、俺の結婚式も盛大にやりたいからさ。ということで二人とも点数発表します。はい、5点中1点1点でーす。マジで。そんなことある。いやー、これ重大な点を正解してるのはなんとキム君。マジで。マジで。お前、これがキム。はい、これがあなたですけど、これ一番大事なのはですね、はい、まあ、おとかごを消すことなんですよね。でもさ、俺 なんかその記憶あった気がして、はい、だから5方面の5だけ消してるじゃん。そうそうそう。だからそれはなぜそこだけ消したっていう。で、他にポイントとしてはですね、花さんだけできてたんですけど、これはあの下にちゃんとメッセージを書く。やっぱりなんか意味あると思って、はい、この下にメッセージを書くってところもポイントです。ポイントは2つで、おとかごが消せてるのかどうか、はい、2つ目が下にお祝いメッセージを書いてるのかどうか。はい、ということで、じゃあ次の問題、こちらが最終問題になりますので、はい、ぜひね頑張ってもらいたいんですけど、高級料理に関する問題です。こちらはね、あの1人ずつやってもらいます。はい、高級料理の中でも、まあ、特にね、中華料理にはさまざまなマナーがあります。その中で出てくる高級中華のラーメンを正しいマナーで食べることができますか、実技してくださいという。なるほど、ラーメン今からセッティングします。それ、そういうの言われたら食いたいな。どうぞ召し上げてください。わお、谷ちゃんスマメジでリーダーヨドバシ。なるほど、はい、よくえやいただきます。どうぞ召し上げてください。いただきます。安いラーメン食っとるやつおるわ。同じものです。ということで終了でございます。いいっす。はい、ということで実技終了。タニギャオということで、花尾さん3点、キムさん1点でございます。え、
何が起こった？ポイントは麺の食べ方なんですけど、一度レンゲに乗せてから食べるのがマナー。おお、こちらができてたのは花尾さんだけです。やったー。ただちょっとレンゲに乗せすぎということでマイナス1点さ。いや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 、違う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 、レンゲの手の持つ部分までこうやってな流しそうめんかのように入れる。あれはちょっとやりすぎじゃないのかね。でも別に合ってないマナーとしてね、まあ、マナーとしては合ってますよ。に加えてですね、レンゲに口をそのままつけて食べるというのはマナー違反らしいです。中華。あ、じゃあどうやって食べる？あ、じゃあこうやって乗せてこうやって食べる。そうそう、それが正解らしい。何その仲介手数料。何その仲介手数料。これ二人ともやってなかったんですけど、はい、器を持ち上げちゃダメらしいです。中国。だからそれはお二方やってなかったんで、はい、だからあのキムさんも1点あると。なるほど。それが1点の理由でございます。はい、ということでね、今回の結果。はい。花尾選手8ポイント、キムさん3ポイントということで花尾さんの勝利。あらーす。はい、ということで、じゃあキムさん、じゃあはい、どうでした、この企画。いや、まあ、あの皆さんにもね、僕の常識力意外とあるということが分かったと思うんで、はい、心を優しい皆さんはね、僕のこと騙さないようによろしくお願いいたします。